眠れぬ夜は一緒に喋ろう。皆さんこんばんは、ひろみです。今日も一日本当にお疲れ様でした。こちらのチャンネルはひろみボイスの、メインチャンネルとして、主に雑談だったりお悩み相談や、あるいはメインチャンネルでやっていた過去のライブのアーカイブを、残しております。人の声が聞きたいなという夜にぜひお聞きください。またご相談者さんに対するアドバイスやご意見なんかも随時募集しておりますので、こういった意見もあるんじゃないとか、似たような経験がある方はぜひそういったお話も余裕のある時に書いていただけるととっても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日もですね、ご相談が届いておりますのでお読みしたいと思います。こちらの方ですね。はい、ひろみさんはじめまして。いつも動画楽しみに見ています。今日は私がずっと悩んでいることを相談させていただきたくメッセージを送りました。私は現在16歳の高校1年生です。そして精神病を 2,3 年ほど患っています。以前より気分が落ち込んだりすることはなくなったものの、数日単位、ひどい時は数時間単位で気分が上がったり下がったりします。特に最近は大好きだったインフルエンサーの方が亡くなった影響で、うつ状態がずっと続いています。学校に行くだけで精一杯という感じなので、授業にはあまり集中できず、授業中に辛くなったりして保健室に逃げることもたびたびあります。家に帰っても勉強には手がつかず、寂しい気持ちを紛らわすためにずっと動画を見てしまいます。もうすぐテストがあるので、その勉強もしなければならないのにです。こんな自分が本当に嫌で、もういっそのことその人の後を追ってしまおうかとも思いましたが、主治医の方に、あなたの命に代わるものはない、今はゆっくり休もう、テストができなくても全然大丈夫だからねと言われ、急に肩の荷が下りました。保健室の先生もとても優しく、いつでも辛くなったら休んでいいと言ってもらいました。なので、私もそれでいいのかなと思うことができました。しかし、私の両親はずっと私の病気や状態を理解できず、こんな時でも勉強しなさいと言ってきます。主治医の先生も説得してくれたり、私自身も説明をしているのですが、それを聞いた直後はいたわりの言葉をかけてくれるのですが、時間が経つとまた厳しくしてきます。せっかく休もうという気持ちになっても、もっと頑張らなきゃ、このままじゃどんどん置いていかれると焦ってしまいます。親が理解してくれなくても、自分の味方でいるには、考えをぶれないようにするにはどうしたらいいと思いますか？どうかひろみさんの考えを聞かせていただきたいです。長文失礼しました。これからもずっと応援していますといただきました。メッセージありがとうございます。結論から言うとですね、ご両親からできるだけ離れて、物理的に離れて生活をされるのが一番あなたの状態を良好にしてくれるんじゃないかなと、まあこの文だけですけれども読んでて思いました。私は専門家でも医者でもないので、本当にただ一般ピーポーのね、一意見として聞いていただきたい、まあ聞き流していただきたいんですけど、気分が落ち込んだり上がったり、うつ状態が続いたり、良くないことを考えてしまったりっていうのって必ず原因があると私は思っています。で、多くはあまりそれに目を向けられていないというか、日々のちょっとしたストレスかなとか、自分の性格が問題なのかなとか、あるいはちょっとなんだろう、食事とか貧血、まあ、鉄分が足りないとか、そういうことなのかなって、まあもちろんそれもね、少なからず関係しているんだろうとは思うんですけど、私はね、やっぱり家族の存在が一番大きいんじゃないかなって思うんですよね。特に幼少期というのは、自分の世界が家族か学校か、まあ、近所かぐらいで本当に狭いじゃないですか。
で、かつ自分には経済力もなければ、思考力もまだ成熟していなければ、体の変化がとてもこう大きいですよね。成長期があったり、ホルモンバランスが大きく、女性子供から大人に、女の子少女から女性にっていうようなね、高校生だと大きく変化もしていくでしょうし、すごく忙しいですよね。で、そんな中、やっぱり一番身近にいる家族からの影響って、受ける影響ってものすごく大きいと思うんです。それが良くとも悪くても、で、悪かった場合の与えるそのストレスっていうのは計り知れないものがあって、もしそれがですよ、成熟した大人が受けるストレスだと、あ、これは逃げてもいいストレスなんだとか、あ、これは自分にとって負担だから、ちょっと違う環境に身を置こうって言って物理的に移動ができたりとかできるんですけど、仕事だったら転職をしたりとかね、子供ってそれができないんですよ、力がないから。なので、とても生まれ育った環境とか、親御さんも決して悪い人じゃないと思うんです。多分真面目でね、一生懸命子供の将来のことを思ってっていう気持ちもあって強く言ってしまうのかもしれないんですけど、あまりにもその自分と子供が違いすぎて理解ができなかったりとか、あるいは逆に似すぎていて自分と同じようになってほしくないから、自分をなんか子供を通して自分を見てるような感じで、いろんなことを言ってしまったりっていう、過剰に接してしまう方、親御さんっていうのもとても多いと思うんですよね。で、まあ、子供と親の相性っていうのももちろんあるわけで、で、そうなってくるとお互いすごくしんどいんですよね。で、まあ、親は大人なので、自分の頭で考えられるし、経済力も健康な体であればいくらでも仕事は働こうと思えば働けるわけですよね。でも子供はそういう環境であったとしても逃げ出せないわけですよ。助けてくれる大人がよっぽどすごい人が近くにいない限りは、そこから脱出ができないっていうね。まずその家庭環境だったり、学校の環境だったり、あるいは近所の大人たちによって与えられるストレス、影響っていうのは、幼少期はね、本当に凄まじいものがあると思います。私自身、まあ、親はすごく理解をしてくれる親だったんですけれども、でもやっぱり幼少期のトラウマっていうのはありました。中学時代が特に一番ひどくって、いろんなところであったんですよね。で、それが当時はね、気づけなかったんですよね。それが一番良くなかったなと思うんですけど、例えば学校だったら、先生だったら尊敬しなきゃいけないとか、先生の言うことは大体間違ってないから入って聞かなきゃいけないとか、真面目であればあるほどそういうふうに思いやすい世界だと思うんです、日本は特に。で、私も大いにそういう嫌いがあって、まあ、学校もそうだったし、家庭内もそうだったと思うんですけど、とても真面目で優しすぎたので、全てのことをですね、答えようと頑張ってしまったんですね。で、自分が犠牲になれば、うまく回ることがあるのであれば、自分の命でさえも犠牲にしていいぐらいに思ってたんですよ。で、それが結局大きな大きなしこりとなって、まあ、20代の時に爆発をしてしまったっていう経験がありました。まあ、そういったことも、まあ、単なるね、私一個人の経験談に基づくものなので、皆さんに当てはまるとはわからないですけど、まあ、私の意見をっていうことだったのでお話しさせていただくと、もしかしたらあなたも今いる環境自体がとてもストレスフルで、とても苦しいんじゃないかなって、トラウマとなり得るような事象があったのではないかなって思うんです。で、それが何だったのかって別にね、探らなくていいんですよ。気づく時がきっと来るから、それに向き合おうとしなくてもいいんです。向き合える時と向き合えない時があるから。だけど一番やってはいけないことは、あ、私はいい子ちゃんでいなきゃいけないんだなとか、親にこう言われたから先生とかお医者さんは
無理しなくていいよって言ってくれるけど、やっぱり頑張らなきゃいけないんだなっていう、自分が苦しいなって思う方に変に納得をねしないでほしいんですね。嫌だっていう気持ち、苦しいっていう気持ち、もう泣き叫んでいいので出してほしいです。私はそれが10代にやるべきことの一番大事なことなんじゃないかなって思います。先日ね、とある動画を見ました。ピボットだったかな、結構意識高い系のあの人たちが多分登録されてるんですけど、意識高い系のこう記事とかを情報とか発信しているメディアなんですが、そこに脳の研究をされてる女性が、子育てをしている起業家と、まあ、アナウンサー、元アナウンサーの男性とっていう3人で対談というか、まあ、授業みたいな形でお話をしている動画を見ました。まあ、私も子供がいるので、ちょっと脳の発達と絡めた話は興味深いなと思って聞いてたんですけど、そこで脳の研究されてる方がね、おっしゃってたのが、最近反抗期を迎える子が本当に少ないっていう話をしてたんですね。で、反抗期っていうのは絶対なくてはいけなくって、その親というものに対して意見を言う、その自我の芽生えなんだって。それを経験してない子があまりにも最近多いって。どれくらい多いかというと、例えば大学生になった学生に100人に対して反抗期あった人って聞くと、昔は10人ぐらいいたらしい。それでも少ないですよね。けどちょっと私のうる覚えなんで あれなんですけど、今はもう 2,3 人しかいないみたいな、そんな話を言ってた時に、もうすっごいびっくりしちゃって。で、私はそんなに激しくなかったけど、まあそれなりにあったかなと思います。だけど自分のことを振り返ると、もっと激しく出せばよかったなって思います。親ともう喧嘩を、殴り合いの喧嘩してでもですね、自分はこうしたいんだ、辛いんだっていうことを言わなきゃいけなかったなってものすごく思うんですよね。なんでかっていうと、そのさっき言ったみたいに大きなしこりとなって10年後20年後必ず爆発するんですよ。うつとか適応障害とか、いろんなこう形になって、で一回そういう風になっちゃうと、なかなか元には戻らないわけで、癖になってしまったりね、するので非常に厄介なんですよね。で、そうならないためにどうすればよかったのかなって思うと、やっぱりストレスが溜まった時に親に、こんなことしたくないんだ、私は苦しいんだ、もうやだわーんってもうぶちまける。それで親が理解できなくてもいいんですよ。困っていいんですよ。警察呼ばれてもいいんですよ。それくらい激しい何かを出すっていうことを、私はするべきだったなってすっごく思います。特に14歳ぐらいの時が、人生で今振り返ってもいろんなことありましたけど、今振り返っても一番苦しかった時期です。20歳超えてからってもう成人しているし、まあ、今だと18歳になるけど、自分の意思で始めることがほとんどじゃないですか。仕事にしても恋愛にしても学校選びにしても。だけど14歳15歳って、あなたも16歳ですけど、自分の意思というよりはまだ自分のね、経験値も思考力も成熟していない状態で、考えられる範囲で決まっていて、性格が優しければ優しいほど、真面目であれば真面目であるほど周りの期待に応えようとしちゃうんで、潰されやすいんですよね。で、その時に私がもっと嫌だって言っていれば自分自身を守れたのに、それをやらなかったのは良くなかったなってものすごく反省をしています。なので、あなたもですね、その今私に返ってくれたように、親に言われたことによってもっと焦って、もっと精神状態が悪くなるっていうことを私は言ってほしいなって思います。親に好かれなくていいんですよ。親孝行はもう生まれた瞬間にしてるので、親孝行も考えなくていいし、親が勝手にあなたを産んだんだから、あなたがどれほど暴れようと受け止める義務があるんですよ、親には。あなたが一番やっちゃいけないのは親の期待に応えることなんですよ。あなたは親の所有物ではないし、あなたはあなたなんですよ。親と血がつながっていようが、戸籍上親子であろうが関係ないんですよ。あなたはあなたなんですよ。
だからあなたが思ったことは全て言っていいんです。親だったら、だって親が勝手に産んだんだから、親はそれを受け止めなきゃいけない、産んだ以上ねって私は思っていて、親子が関係が破綻してもいいので、私は今自分が苦しんでるんだっていう、あなたにそう言われるともっと症状が悪化するんだ、最悪のことまで考えるんだっていうくらいバッて言ってほしいなって思います。こんなことその親に言うのは、親不孝者だとかそういう意見があるかもしれないですけど、私は全くそんなこと思わないんですね。私が逆の立場だったら言ってほしいです。子供にお母さんの今の言葉はこんな風に傷つくんだよってその時に言ってほしい。親も完璧じゃないんですよ。親も良かれと思ってやってることたくさんあったり、親自身も余裕がなくて言ってしまうことってあると思うんですね。だけど親と子って別に上下関係でも全くなくて対等な人間同士なので、お母さんそれは良くないよって、あ、ごめんそうだったね、でもあなたのここも良くないと思うよって、あ、そうなんだ、でも今そんな余裕ないんだよね、あ、じゃあどうしようかみたいな風に話し合う、そのコミュニケーションを学ぶ場だとも思うので、ぜひその今後ね、このままずっとやっぱり溜め込んでしまうといつか様々な形で爆発をしてしまうんじゃないかなって思うので、今ただでさえストレスがすごく溜まっていらっしゃって 2,3 年こう精神病を患っているということなので、こうぜひ、まあ、ちょっと難しければ日記でも何でもいいので、本当の自分の気持ちっていうのを見失う前にですね、言葉にしてみてほしいなって思います。でもしできるのであれば本人が生きているうちに言った方がいいです。これはどこかの動画でもいつだったかなちょっとお話をしたんですけれども、やっぱりね、周りの人の話を聞いててもすごくやっぱり幼少期青年期のストレス、トラウマがあって、もう今60代とかなんですけど、未だに思い出すと、むしろ仕事を定年退職した今が一番思い出しちゃう。当時の自分をすごく哀れに思うっていうね。じゃあその時の気持ちをやっぱり認めてあげて慰めるっていうのが必要なんじゃないかなっていうことを言うと、もうでも言ったところで親は死んでるし意味がないってその人は言ったんですよね。それを聞いた時にそうかもしれないなって思いました。私自身20代でちょっと本当にバランスを崩してもう無理だなって思った時に、もうね、人格変わったぐらいに全てが敵みたいに思えて、家族にも親にももうすごい厳しいこと言って、なんであの時助けてくれなかったんだみたいなことを十数年ぶりというか初めて言ったんですよね。で親はね、分かってなかったです。え、何のことみたいな感じだったんだけど、言えたことがまず私の中で結構すっきりしたというか、一つそのトラウマにやっと本当の意味で向き合えたなっていう気持ちがして、あ、親にずっといい顔しなくてよかったんだなって、なんか自分を許すことができたんですよね。で、まあ、自分の話ばっかりして申し訳ないんですけど、あなたもきっととても優しい方だと思うんですよね。で、責任感がすごく強くて真面目だからこそ、あ、ちゃんとやらなきゃなっていうので焦ってしまってバランスを崩してしまっていると思うんですよ。だけどまず親の前でいい子ちゃんになる必要は全くないし、もう不良でいいんですよ。不良少女、不良少年でもう全然ウェルカムで、その結果親子関係破綻しても全然ウェルカム。それはあなたが自分の自我っていうのを出せた証拠だし、むしろ出せる方が私健全な親子関係なんじゃないかなって思います。よく映画ですごく円満な家族のワンシーンとか見るともう見てられないんですよ。私も目をこうやって覆ってしまうくらい、こんな親子嘘っぽいとかありえないだろうみたいな、ちょっと気持ち悪いなって思っちゃうぐらいなんですけど、一回どこかでぺちゃんこにでもお互い罵倒し合うぐらいにやり合った上での仲の良さなら納得なんですけど、そういうのもなくずっと仲良くっていうのは私はあんまり健全な状態だとあんまり思っていないんですよね。なのでその自分がもし本当の気持ちを言えてないのであれば、勇気を出して言ってみてほしいなって思ったりするし、まずいい子ちゃんでなくて全くいいと思います。
ていうのが、まあちょっと親御さんの話が出たので私の思うお話です。でもう一つ、その学校のねことで、いっぱいいっぱいなんだっていうことなんですけど、もうね、学校なんてね、正直ね、出てても出てなくても関係ないと思います。今からの時代もっと関係ないと思います。今までの時代だって学校出ていようが出ていなかろうが、もちろん学歴で判断する人もたくさんいますよ。だけど今一番何が大事かって言ったら、今その人が何をやってるかなんですよね。東大出てようが中卒だろうが、今何をやってるかっていうのが一番の価値なわけですよ。今一生懸命生きてたらそれで万々歳なわけですよ。だから学校に行っても行ってなくても OK だし、最悪みんないつかは死ぬので、どんな形で亡くなるかわからないんですけど、寿命がない人はいないので、その時までぼーっとしててもいいので、生きてたら私は万々歳なんじゃないかなって本当に思います。今ちょっと私が体調がですね、大きく崩れていて、すごいちょっと不安なことがあるっていうのもあるんですけど、お金とか名誉とか学歴とか命を目の前にしたら本当にどうでもいいなって思います。今やっぱり学校という狭い世界にいると、なかなかそうは思えないかもしれないですけど、あなたがもしですね、まあ親御さんと離れて少し他の世界を見るパワーがねついてきたら、びっくりすると思います。いろんな生き方があるし、いろんな仕事があるし、今の時代自分で仕事を作ることだってできるわけなので、狭い世界にいるからこその苦しみなんだなってちょっと思っててほしい。世界はね、もっと広くて、もっと自由で、あなたの個性っていうのをまるっと受け止めてくれる人たくさんいます。だから親とか学校とか友達とか近所とか、たまたま生まれ落ちた、本当にくじ引きを引いたぐらいの運ですよ。たまたまそこに生まれて、たまたまその親に出会って、たまたまその学校に行って、たまたまその学区内の同じ年に生まれた子と友達になりなさいみたいな学年に入れられてて、たまたまの連続で、アンラッキーがもしかしたら多かったかもしれない。だけどあなたが死ななければ、生きていれば、そしてあなたが一番大事なのは自分の気持ちを見失わなければです。これが私一番大事だと思います。いい子ちゃんになっちゃダメ、悪い子になっていい、むしろなってほしい。いいから、悪い子になっていいから、自分の気持ちを見失わないで出してほしいです。そうしていけば、そしてその誠実にね、誠実に生きていくことをすれば、必ずいつか分かってくれる環境とか人に巡り合います。だから自分に嘘をつかないでほしいなってすごく思います。この主治医の先生も本当にいいことをおっしゃってくださってるなって思う。私も全く同じふうに思うし、テストができなくても全然大丈夫というよりは、学校卒業できなくても全然大丈夫なので、あなたはあなたの気持ち、あなたの感情、あなたの感覚っていうのを絶対に見失わないでほしい。今しんどーと思ったら、しんどーって言えばいいんですよ。あ、今いい感じと思ったら、心地いいなーとかね。で、親御さんとそのすぐ離れて暮らすっていうのが、多分物理的には今すぐには無理だと思うんですけど、ちょっと長くお散歩に出て自然と対話をするっていうのもすっごくおすすめです。私が適応障害になった時に一番やってたのはお散歩で、その次にやってたのが写生だったんですね。気になる木とか花とかを写真撮って、スマホで撮ったのを色鉛筆で描いていくっていうのをひたすらやってた時期があったんですけど、自然ってね、おしゃべりしてるんですって。私たちには聞こえない声で、そういうのって私絶対あると思っていて、心が疲れてしまった時にこそ自然と対話をするっていうのは、私はものすごく効果があると思っています。
あと少しでもいいので太陽を浴びること。親と離れるのが難しかったとしてもお散歩に出ることはできると思うので、少しね、親じゃないものと対話をしてみてほしいなって思います。そうして自然でもいいですし、音楽でもいいし、動画でももちろんいいし、自分が心地いいなって思う瞬間をちっちゃくてもいいのでたくさんたくさん知っておいてください。あ、私は太陽のこの日差しが好きだなとか、あの金木犀の香りが好きやなとか、なんか自然のこの葉っぱの形かわいいなとか、なんだろう、動画のこれ、この人の声が好きだなとか、なんでもいいので、こう髪の毛こう触るの好きだなとか、なんかちょっとリップに色つくと幸せ感じるなとか、なんでもいいので、趣味とか言わなくても、そこまでいかなくてもいいので、ちっちゃいですね、心地よさっていうのをいっぱいいっぱい持っててほしい。自分の気持ちを見失わないっていうことと、心地よさがどこに自分は感じるのかっていうのを知っておくこと、これが私は自分の人生を豊かにする、楽にする秘訣だと思っています。あとはまあ食事とかね、ちゃんと栄養のあるものを取らないと、特に16歳とか、PMS っていう生理前の症候群とかもかなり不快に感じる方も多くなってくる年頃だと思うので、特に女性は鉄分を多めに取ったり、納豆とか豆類はすごくおすすめです。更年期障害にも効くみたいで、ナッツとか大豆とかひよこ豆とか、そういった豆のもの、きな粉とかを積極的に摂るとか、そういう食べ物も気をつけていただきたいんですけど、そういったことをですね、ぜひやってほしいなっていうふうに思います。で、チャンスがあればぜひ親御さんと離れて暮らしてみてください。すっごく楽になっていくんじゃないかなと思いますし、今後のためにもぜひ悪い子になってほしいです。こういったご相談は10代の方からっていうのは非常に多くてですね、過去にもそういったご相談ありますので、もしよかったら覗いてみてください。皆さんからのコメントもぜひお待ちしております。メッセージありがとうございました。またですね、最近ここなら電話サービスというですねサービスも始めました。これはちょっと料金はかかってしまうんですが、直接私と電話ができて、相談したりお話ができるといったサービスです。ご興味ある方は概要欄から覗いてみてください。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。